フィレンツェルフレディ駅は、イタリアのフィレンツェに存在する、鉄道駅である。ボローニャ方面へ向かうボローニャフィレンツェ線の途中に位置し、ピサ方面へ向かうレオポルダ線が当駅の北方で、分岐している。また、フィレンツェローマ線へ、フィレンツェの中央駅である、フィレンツェサンタマリアノベッダ駅を経由せず直通できる、連絡線が当駅の南方で分岐しており、 さらに2009年12月には、ボローニャとフィレンツェの間を結ぶ高速鉄道線である、ボローニャ・フィレンツェ高速線が、当駅の一つ北隣の、フィレンツェ・カステロ駅において分岐する形にして、開業したため、当駅は、フィレンツェ周辺における、鉄道拠点駅の一つとして機能している。中央駅のサンタマリアノ・ベンダ駅は、東端式ホームを採用しており、 そのため同駅を経由する列車は方向転換を強いられ停車時間のロスが生じる。そのためフィレンツェを経由する一部の列車は SMN 駅ではなく東駅かフィレンツェカンポディマルテ駅に停車するダイヤを組み折り返し時間のロスを省いている。かつて最優等列車であるユーロスターイタリアもその理由で東駅に停車していたことがあったが現在では ユーロスターイタリアのフィレンツェにおける停車駅は SMN 駅かカンポディマルテ駅のいずれかとなっており、リフレディ駅に停車する優等列車は都市間列車であるインターシティ内し、それに準ずる列車の一部のみとなっている。ありがとうございます。